演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日こちら博多あまおうを使ってパイを食べたいと思います。名前の通りあまおうを使ったパイですね。で、中身はこんな風に美味しそうなあまおうのシンクの色が、シンクというか、いやシンクじゃないか、ピンクかな、色が透明出てますね。で、断面はこんな感じです。では、いただきます。この甘酸っぱさ、本当に王様ですね。サクッとした食感もいい。さすがあまおう、口の中でパインとしてのサクサク感とともに甘酸っぱさが口の中にぶわっと広がってきます。これはすごいですね。やっぱり博多を代表するイチゴだけのことはあります。というわけで、文句なしのこちらの点数とさせていただきます。これは本当にすごい。では青唐辛子、七葉を食べても減らずんや。体がどんどん膨らんでいく。なんとかしないと。と言いつつ食べる動画上げるのどうなのよって話なんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。わ、ちら。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。